お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュライブやっていきますから、今日はね、このバルーン使っていこうかなと思います。なんとね、このバルーンにはマジアチャが、入ってるっていう、ちょっと変わった形にはなるんですけど、最近ね、この方がすごい増えてます。で、勝率かな？なんかサイトで見えるんですけど、70% ぐらいかな？ロイヤルアピっていうサイトですね。はい。勝率 70% で、多分人気2位ぐらいのね、はい、今来てる。今もう時代のデッキですねっていうのでやっていきます。よろしく。さあ2敗してます。崖っぷちです。こっから3連勝で12勝したいですね。しかも12勝今多分直近2連続ぐらいしてると思うので、まあ、ここ12勝できると3連チャンぐらいかな。はい、というわけなんですけども、マッチング時間が長そうなので、最近のまあ僕がねこの暇な時に話すことって言ったらもう漫画とアニメしかないんですけど、本当にそんぐらいね、まあただただオタクってわけでもないと思うんですけど、オタクなのかもしれないんですけど、最近スポーツ漫画を、スポーツアニメか、スポーツ青春アニメっていうのかな、をまあよく見てる感じですね。最近で言うと配球見てたとか言ったんですけど、黒子のバスケも見てて、なんか僕今まで泣くとかありえなかったんですよ。ほんと小中学校高校生の時も別になんか映画とかドラマ見ても全く、まあ、感動はするんですけど涙が出るっていうのがありえなかったんですね。なんかでも僕の親も姉もすごい涙もろかったんで、そんなにかって思ってたんですけど、別に泣くほどでもないじゃんっていう感じだったんですけど、最近すごい弱いですね。来てますね。これが遺伝かーと感じつつ、なんか、この、ね、黒子のバスケとか、そういう配球とかでも、まあ泣いてはないですけどね、泣きそうになっちゃうっていう、なんかね、ああ、こんな感じなんだってなっちゃいますね。すごい最近感動しちゃう系くんになっちゃってますね。よいしょ。さあ、綺麗な防衛。なんで、一回もね、黒子のバスケも2週間ぐらいで見終わったので、2週間じゃない、1週間ぐらいでか、全部見終わったので、なんかね、いいこう青春系がいいですね。やっぱりなんかそういうのを見てると、僕も小中高バスケットしてましたけど、こういうアニメを見てたらもっと違ったのかなというか、こうまだね頑張れたのかなみたいな、なんかもう若干思いつつ、いいですね。なんで青春に浸りたい時期に最近入ってるんでね、面白そうなやつ皆さんお願いします。さあ、バルーンがさっきから全く届いてないですが、同じ過ちを犯していく系です。さあ、でここワンチャンワンテンポ待つことによってベビドラが降ってくると思ったんですけど、降ってきたらぶっ潰すからの、うわうまい、反対読みディガーをやりますね。もうこれはね、雪玉よりはエレキだな。さあ、さっきの弱点というか反省としては、バルーン適当に飛ばしすぎて、5ボールだけで完封されてたんで、バルーンちゃんと、ここじゃなくて1個下に出すことによって、ルート強制できるつつ、ディガーを飛ばします。すると、さすがにこれは、雪玉打っちゃえばね。さあ、どうしても決めたいときは、ここスケ追加とかするとね、もっと、なんか、ええ感じになるんですけど、まあ、焦るとこでもないので、ここもちゃちゃっと溶かしつつ、このインドラ危ないので、で、ナイトで延命して、オッケー！延命！延命大事。これ雪玉エレキで、しっかり押さえていきます。さあ、あと147なんで、最悪マジアチャでもぶち抜けますが、ディガーだけだと怖いので、うえ？これハンターで竹取ってからスケっていう神プレイしていきます。からのここ。あぶね、ナイトで竹取って、間は削りきれない。グッドゲーム！よし。まあ、ラバに対してバルーンデッキは基本的に相性いいのと、このデッキは、ハンターマジアチャリキで、結構ね、瞬間火力でするハンターと、まあ、スケーで高回転もできますし、最後の削りにマジアチャもあって、対空も豊富。しかも雪玉。で、枯渇に対しては相性悪そうなんですけど、そこをマジアチャでなんとかカバーっていう弱点がない説がありますね。まあ、弱点考えたときに、わかんないですね。すげえ適当だった。まあ、スキ振りとかかな。フリーズとかかな。どうなんだろう。まあでも雪玉がとっさのね、
緊急回避、エレキも緊急回避できるんで、意外と、はあ、いいデッキだなと思いますね。まあ、誰が作ったとか知んないですけど、ワンチャンみかんさんかな。なんか、いや、記憶が正しいのかわかんないですけど、ワンチャンみかんさんが考えた説。でも、みかんさんが多分動画に出してないから違うな。さすがに。みかんさん変な枯渇デッキ出してましたね。見ました。なんか、枯渇デッキ、スペルなしバージョンみたいな。はねはねさんもなんかね、スペルなしのキョスケロイジャイとか使ってるんですけど、なんか、それの、みかんバージョンみたいな感じで、なんかみかんさんが、すごいっすよ。すごいっすよ。見る感じに、やばっていう、ちょっと僕でも引いちゃいましたね。何このデッキっていうので、この僕が引くぐらいのえぐいデッキで、ちょっとグラチャル12勝してましたね。また今度、パクって動画にしよう。使います。というわけで。あー、マッチング長い。来たー、よし。さあ、たまにいる、力量って書いてる人たちは中国ですね。LC オープンとか海外の選手なんちゃら力量とか言いますからね。さあ、ゴースト。いや、ペッカ工場だな。ペッカ工場は、対空さえ把握して、最近はマジェッチャだから、エレキされた瞬間にバルーン飛ばせば勝ちっすね。来た、勝った。まあ落ち着け。バルーンだけ飛ばしても、マジェッチザップとかで終わっちゃうんで、ディガーが欲しいね。ディガーが。なんで俺の手札にはディガーが来てくれないんだ。からの、これは有能ありがとう。あ、待って、俺の好きが。さあ行きます。ここで、バルーンからの、もうディガーを当ててあげて、ドカン。うまい。それうまい。やってくけど、このバルーンの爆破で、マジアチを処理するところまで僕のプランですね。まあでもさっきスキ使っちゃったのが、若干誤算ですが、ここは無理して守る必要もないですが、ういういういちょ、待て待て、今びっくりした、今びっくりした。おい、マジ、今めっちゃびっくりした。あ、もうこれスキで挟んであげる。相手の小ジョブはもうすごい無能ですね。こう、エレキ、雪玉打つことによって、すべてが解決する。最強カード。さあ、しかも残り240まで削ってるんで、ディガーも雪玉もバルーンの爆破もマジアチャも何でもあるとなると勝ちましたかね。これもペッコージュにさて相性いいのかな。よいしょ。さあ、ナイスフチリをかましていく。まあ、ディガーもね、困った時には防衛カードとしていいですね。エレキが結構優秀かな。しかも、スケが、マジでいい感じですね。なんか、結局、強いデッキって、スケが入ってるんですよ。結局ね。結局のところ。スケがないと、てか、スケを入れてしまえば、どんなデッキでも強くなる説がありますね。やろうかな、今度。本当に。スケさえあれば、どんなデッキでも強くなる理論。これは、ここにポイズンも使わせたいです、僕は。うい、来た。うい、来た。さあ、これはもう、相手が何してきても突破できない。ここいい感じに、エレキの雷撃で、タゲ変わって、スケで延命からの、フルカウンター！最近フルカウンターっていう言葉にハマってる。別に、7つの滞在見てるとかでもないのにね。たまたまね。さあ、小ジョババをしっかりエレキで止めていきます。これナイトも一応出しちゃいますか。左サイドももうポキポキいっちゃってますね。いや、素晴らしい。これが有名な強いデッキ。環境 OP デッキということですね。さあ、あとはマジアチャと、この後ろの辺に釣ってあげてね。オッケー！かっちりですね。いや、素晴らしい。ありがとう。グッドゲームというわけで。し、さあ、次で12勝目が。次で12勝目がっておかしいか。次が12勝目ですね。いや、これ勝って、気分よくね、もう寝たいと思います。さあ、ラストバトル。来た！さあ、のりおくんね。よろしく！まあ、とりあえず、このスタンプ送って、このスタンプ返ってこなければ、まあ、相手はそんな強くないっていう印象ですかね。まあ、別にそんなことはないんですけどね。決して。このスタンプを持ってると、もう、超強敵っていう感じのね、考え方でいきましょう。さあ、スタンプマウント。雪玉スケで守りつつ、ウォールブレイクかな？一回リガ飛ばして、コウモリだったんで、ゴブリンかスケか、どっちかっすね。あ、ミニペイ。リガ、あ、ジャイホリだ！
来た、ジエホリ。ん？違う。なんだ？アイグラミニピコウモリ。アイグラミニピコウモリ。アイグラミニピコウモリとは、アイグラミニピコウモリは、アイグラミニピコウモリか。ウェブ？ミニピウェブ？あ、ちょっと違うな。ん？アイゴリだよね。あ、出た。多分間違っちゃって超高回転の本当に 2.5、 あとボムタワーがいるかも。で、多分間違ってたんだね。いやー違うかな。なんか最近新しいデッキ生まれてたんですよね。来た。それだ。相手はスペルがない。中型はスペルがない。あの、ニコス系が1枚あるスタイルで、多分ボムタワーがあるんですかね。いや、ミニペだからねえな。いろいろややこしい。これ、スケだけで、やべ、スケの位置ずれた。一発入っちゃうか。まあ、でもこれで、雪玉構えまーす。さ。雪玉打って、いや、でも相手この攻めるタイミングめっちゃうめえ。え？やばくね？しかもこれあれだ。ウォールブレイクの爆破で俺の D が吹き飛ぶ。うえ、うめえ。やばくね？おいおいおい、やるじゃねえか。ノリオくんさ。まあまあまあ、こっから行きましょう。今のはね、僕がスケが回ってなかったんすね。いや、うまいな。うまいぞ。今回の相手は。落ち着いていきましょうか。もう一回バルーンと雪玉だけで、とりあえずいじめて、うまいね。徹底的に処理してきてる。うまいね、マジで。俺も負けないけどね。うえ、やべ。え？ちょっと待って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 、ノリオくん？さあ、からの、そうなんだよな。多分、今この人イケイケなんだ。うわー、ミスった。ちょっとタップミス、タップミス、タップミス。さあ、奇跡のこっからの大逆転。うわー、終わったなー。これ、つえーな。やられますね。いやー、これはね、やられたね。これは、さすがにもう、きついかな。うわ、マジか。このデッキ動画出そう、今度。パクロ。グッドゲーム。というわけで、12勝阻まれましたね。いやー、相手のデッキね、多分どっかに、いや、なんかすごいっすよね。すごいっすね。超高回転。マジアチャだ。2.5。これ今度動画出しますね。ってわけで、悔しいけど、宝箱開けて、何が欲しいだろう。俺が今欲しいカードは多分、クエイクとヒーラーでしたね。というわけで、終わりにします。よければ、バルーン、こちらね、結構、まあ、ウルトラ多いかな。なんですけど、強いっぽいんで、使ってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。